臭いぞ。入ったおはようございます。 SBFJA 利根川です。今日は神奈川県相模原市を流れている相模川にやってきました。あの辺で竿を出します。行ってきます。それでは釣り竿に向かっていきましょう。滑った、怖え。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さん、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。楽しみだね。ワクワクするよね。ワクワクしますね。釣り台を準備していきますが、今日は借り物です。利根川はスーパー銀閣とミニ銀閣を所有していますが、最近スーパー銀閣だと少し手狭に感じることが多かったので、ウルトラを買おうか悩んでいました。その話をしたところ、試しに使ってみると言っていただき、せっかくなら足を刺して使うシステムテーブルも、ということで最大サイズの釣り竿を体験します。借り物だらけの釣り竿で今日は釣りを楽しんでいきます。今日出す竿はヘラール21尺。ここは流れがあるのでドボンでやっていきます。 R21。タラムさん、檻何個つけてます？バランスにしよっか。あ、バランスでいけます？あー、いいっすね。いやでも男ギャルじゃないですか、バランスって。わしはもう逃げのドボンですよ。あ、でもこれもし釣れたら攻めのドボンとか言い出しますんで。もう餌は作ってしまいましたが、シンベラグルテン底50、イモグルテン25、ワタグル25のこの3種のブレンドでやっていきます。じゃあ私も1投目よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ1投目、はい、っと水深が4メートル前後あるので、浮きが立つまで結構時間がかかりますね。埼玉は浅い川ばかりなので、なんだか新鮮です。さあ本日の朝ごはんは柏飯、これめちゃくちゃうまいです。柏飯とシュアラクレームと強炭酸水。この子たちに勝利を導いてもらいましょう。釣りをスタートして40分が過ぎた頃、太陽は出ず小雨も降り風も吹き始め、魚の反応もないので一旦車に避難します。ここ最近はずっと暖かかったので、ダウンもヒートテックもいらないでしょうと家に置いてきちゃいました。深くめちゃくちゃ寒いです。今回見たことのないテントを使っていて、あれなら風が遮れるし雨もしのげるからいいなぁと指をくわえて見ていました。ただまあ利根川にはちょっとだけ窮屈かもしれませんけどね。じゃあついつさそのまま出してもらいます。正直眠気もピークだったので、小1時間ほど仮眠をして、戻りがてら高久保さん、佐藤さん、田辺さんの状況を聞いていったらみんな無反応と。利根川も床休め後の一投に反応がなかったので、バッカンから取り出しますのは団子の底釣り進化です。芋がちょっと入っているにもかかわらず全く反応がないので、上張りに団子の餌をつけちゃいます。ささっと単品で作って打っていきましょう。心機一転餌を変えてみたものの、しかしですね、全く反応がなく時間だけが過ぎ去っていたので、竿を21尺から24尺に変更します。実はこの動画を撮影した数日後、宮城県の長沼へ行く予定があるので、体力温存したかったんですけどね。なんせ長い竿を振ると腰というか背中というか全身に負担がかかるので、ぎっくり腰になったら予定が全て飛んでしまいます。自分の体を信じて24尺を振っていきましょう。
途中佐藤さん田辺さんとお話をしていた岡崎さんから全員にホットコーヒーの差し入れがありました。寒い体に温かいコーヒーが本当に染み渡ります。ごちそうさまでした。飲み物を飲んでいて全く気づきませんでしたが、一回しっかりと当たっていたのに見逃していました。これ絶対食ってただろうという当たりがこちらになります。どうぞ。本人は全く気づいていませんでしたが、このタイミングでおそらく食ってます。そして竿を上げる直前、浮きが戻ってきているので話しちゃいました。マジで魚だった可能性が高い。釣りの開始が7時頃、さっきの見逃しが11時15分頃、現在の時刻はというと12時を少し回ったところです。ここ数日ずっと暑かったのに、今日に限ってめちゃくちゃ寒い。この冷え込みで食わないんじゃないかという気持ちになり、正直早上がりして諦めるかというムードが漂っております。しかしさっきの見逃しは現地で本当に見逃していて当たりと思っていないので、今日初めて浮きに動きが出たと思っていたシーンです。初めて糸ずれがあった。その後何とかしましたが反応なし。実はさっきの動きが出る前に餌をシンベラグルテン75にワタグル25とだいぶ白くてばらけるマッシュっぽいグルテンにしてみました。最初から作った餌は全部残っているので、それぞれボソボソの状態でつけてみたり、水ならぬ指水でかなり柔らかくしてみたりと、いろいろ試行錯誤していましたが、今回の休憩後からなんだか浮きに生命の反応があります。今回利根川はドボンでやっているので、触りというのが正しいのか正しくないのかはさておき、魚気があるということです。集中して浮きを見ているとようやく当たります。食ってるか、あ、お、食ってる、臭いぞ。お、食ってんのか、あ、食ってるか。片方食ってて片方体に引っかかってる。やったぜ。頑張ります。食ってる食ってる。はい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 。入ったやったー。うわ、顎にがっつりかかっとりやすよ、こりゃこりゃこりゃ。あ、40超えた。40超えましたね。まあ41ですかね。口から消すまで41やったやった。
向きからですけど。いい、いい、はあ、腹、腹パンパンや。このお腹。このお腹ですよ。やった。41。あー、くせ。じゃあ話します。ありがとう。じゃあね、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました、太郎さんありがとうございました。よしよしよし。え、すげえ。でも41年。ああ、いやでもこれそうですね。あ、田辺さんが尺半を釣ろうとしてる。それで急いで出して自分の席行って、俺も釣ってやるぞっつって、あ、みんなみんな余韻に浸る前になんか自分の釣り座に戻ってる。おおおおおお、それ何尺ですか？24。おめでとうございます。食ってる。食ってますよね。口上に上がったんで。ちゃんと水で濡らしてから。22%。ええ。いい。42.5 ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はあ、あ、こっちからこう、ああ、いい匂いですか。よっ、ほんまによし。ありがとうございます。やった、まだ釣れそう。ありがとうございます。ゆったり泳いでった。ハイスピード395まで。でもおめでとうございます。おお、いい、うまい持ち方しますね。おめでとうございます。うん、でもいいですね、かっこいい、ね。今日は夕方釣りを終えるまでに24尺、21尺、18尺の道糸を全部ぐちゃぐちゃにしてしまいました。ただ借りた釣り台がめちゃくちゃ快適だったので、今からヘラ竿の時輪にダッシュで行って、ウルトラ銀閣とシステムテーブルとサイドテーブル買ってきます。買ってきますというか買ってきました。システムテーブルの穴開きは品切れだったので穴なしになったり、サイドテーブルは地元の上州屋で購入したりと、いろいろドタバタしましたが、なんとか用意できましたよ。そして明日は長沼にいます。というのも去年実は長沼に行っていて、釣り台を出したものの今までよりかなり大変でした。この状態ならその負担がかなり減ることが分かりましたので、出費と辛さを比べた結果の行動です。次回の予告みたいになってしまいましたが、動画の編集をまたいで宮城県登米市にある長沼ダムへ50カミを狙いに行ってきましたので、次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。